いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はパークハイアット東京ニューヨークグリルのランチビュッフェをご紹介いたします。こちらのニューヨークグリルは先月も行ってまいりましたが、今月も行ってまいりました。エレベーターを乗り換えまして、早速ニューヨークグリルがある52階へ向かいます。今回も天気がいいので眺めが最高です。それではお席へ案内していただきます。以前コメントでお席の指定をしてるんですかっていただいたんですけども、お席の指定は基本してなくて、ただ今回はちっちゃいお子ちゃんがいるので、ソファー席をお願いしています。今回はこちらのお席を用意していただきました。メニューはこちらになります。まずは最初にアミューズが出てきます。そして前菜 と、デザートがビュッフェ形式になるので、ビュッフェ台へ取りに行きます。メインはお席に着いた時にこちらのメニューから一つオーダーすると、途中のタイミングがいいところで出してくれます。お肉系、お魚系、パスタ、そしてカレーがありますが、お肉のビーフに関しては追加料金でアップグレードが可能となっております。お飲み物のコーヒー、紅茶もついてますが、こちらは、どのタイミングでも何杯でもおかわりが可能です。というわけで早速アイスラテをお願いしました。今回のアミューズは、多分アスパラガスのブルーテだった気がします。ここで、お気に入りのサワードゥーブレッドが到着いたしました。こちらもおかわり自由となってます。こちらのアスパラガスのブルーテは、行ってからちょっとだいぶ日にち経って今編集してるので、ちょっと記憶が怪しいのですが、とりあえずね、このクルトンがすごいいい味出してるなっていうのを思った記憶があります。毎回美味しいこちらのサワードゥーブレッド、バターたっぷりで、本当ね、これ食べるだけでも来た甲斐があったなって思います。こちらのサワードゥーブレッドはまあまあ固めなんですけど、こちらのお手伝いボーイも大変気に入ったようです。休憩をしつつ、結局ね、最後までね、何回も食べてました。それでは早速ビュッフェ台を見ていきたいと思います。まずはサラダ、パルメザンチーズ、ローストベーコン、ガーリッククルトンがトッピング、レモンタイムドレッシング、エシャロットドレッシング、シーザードレッシングがあります。オリーブオイルとバルサミコ。かぼちゃのメープルグレーズ、フェタチーズ。チェリートマトのサラダ、ベビーバジル。ビーツと4ネギのロースト、ラズベリービネグレット。カツオのグリル、ハーブクラスト、グリーンゴッテスソース。鶏もも肉のグリル、ベリベリソース。サーモンのディルクラスト、ディルクリーム。キヌアサラダ、菜の花とザクロ、アップルサイダービネグレット。こちら私いつもね、キアヌって言ってて、前回のコメントでご指摘いただきまして、すいません、いつも適当で。ロメスコマリネ、ブラックタイガー。タコのグリル、オリーブとチミチュリソース。
ここに来た瞬間に、あ、前回やったジャンボンブランがなくなってると思いました。ビーフパストラミカンダスバーベキューマヨネーズソース。粒マスタード、ピクルスと玉ねぎ。チキンコンフィとフォアグラのテリーヌピスタチオ。自家製ベイクドリコッタチーズ、北海道産菩提寺蜂蜜。この蜂蜜がプーさんみたいで可愛い。リンゴとルバーブのチャツネ、くるみ、そしてレーズン。ゴーダチーズ、ブリーチーズ、コンテチーズ。こちらはアイスのソースで、チョコ、キャラメル、パッションフルーツ。そしてアイスはなんと今回もいちごソルベとコーヒーアイスクリーム、楽しみ。コーヒーパンナコッタ、栗のクリーム、ジンジャーブレッド、クランブル。フランジパーヌ、シトラスタルト。ミントとバジルのゼリー、ピーカンパイ、チョコレートとピスタチオのケーキ、アメリカンチーズケーキ、いちごのジャム、コーヒーとマスカルポーネクリーム、ジャイアントエクレア。いちごとバニラのカップケーキ。抹茶とダイナゴンのロールケーキ。ストロベリー。いちごのバニラケーキ、ビュッフェメニューは以上となります。1品目を持ってまいりました。今回もサラダ大盛りです。サラダにシーザードレッシング、そして鶏もも肉のベリベリソース、ビーツと4ネギのサラダ、ラズベリービネグレット、かぼちゃのメープルグレーズ、フェタチーズ、そしてテリートマトサラダ。奥に行きまして、ビーフパストラミカンザスバーベキューマヨネーズソース、サーモンのディルクラスト、カツオのハーブクラスト、そしてまた鶏もも肉のベリベリソース。そしてこちら早速スイーツも持ってきてます。いちごのバニラケーキ。お花が乗ってる。ストロベリー。チョコレートとピスタチオのケーキ、コーヒーとマスカルポーネクリーム、ジャイアントエクレア。今回はね、最初からとにかくスイーツが食べたかった。そしてなんと白いご飯お願いしました。もちろんサワードゥーブレッドもいっぱい食べるんですけど、お肉とご飯が食べたいなと思いました。サワードゥーブレッドもおかわりしてます。サラダからいただきます。エシャロットドレッシングもすごい刻んだエシャロットが入ってて美味しいんですけど、こちらのシーザードレッシングも漏れなく美味しい。こちらの、シーザードレッシングは前回ご紹介したんですけれども、本当にね、まろやかで深みがあって、他のシーザードレッシングよりも美味しくなってます。チェリートマトのサラダは特に味がついてないので、普通のトマト。鶏もも肉の、グリルベリベリソースは本当にお肉が柔らかくて、このベリベリソースがすごい美味しい。バーベキューソースに一手間二手間加えた感じのベリベリソースになってます。そしてこちらのいちごも甘い、本当甘いか甘くて、今回も最初からいっぱい持ってきてしまいました。
ストロベリービュッフェに行って思ったんですけど、いちごがねいっぱい入るとなんかね消化が早い気がします。続きまして、いちごのバニラケーキ。この超しっとり口どけなスポンジと中の程よく甘い滑らかなバニラクリーム、そして間にねいちごジャムが挟んであります。ショートケーキももちろん好きなんですけれども、これはショートケーキよりももっとしっとりケーキなのに、そしてこのスポンジの感じもちゃんとあるのに、なんかね口どけ感って言えばいいのかな、ケーキ感と満足感はしっかりあるのにすごいしっとりしてるので、なんかこうね全然なんだろう、クリーミーなのに重くなくて、なんかすごい不思議なケーキでも、とりあえず毎回お気に入りです。そしてビーツと4ネギのロースト。ちょっとビーツがね、私ビーツ自体あんまりよく分かってないんですけども、カブや大根をもっと柔らかくしたような食感で、そして甘めの味付けになってました。再び鶏もも肉のベリベリソース。私はね前菜の中ではこれが一番好きで、本当にねお肉が柔らかくてこのソースも美味しいので、ご飯とも合います。続きまして、かぼちゃのメープルグレーズフェタチーズ。ほんのり甘めな味付けとこのねホクホクのかぼちゃがすごい合ってます。間に挟むサワードゥブレッドが幸せです。お次がコーヒーとマスカルポーネクリームジャイアントエクレア。こちらも毎回お気に入り。コーヒーエクレアっていうだけでもやばいんですが、この中のクリームがもう完全なるカスタードだと、ね、ちょっと重たいなって感じになるんですけど、このねカスタードと生クリームが混ざった感じのクリームがもう最高。そしてこの上に乗ってあるマスカルポーネのクリームも少し重めではありますが、しっかり口どけタイプで、こちらのねコーヒーの邪魔をすることなく共演してくれるクリームになってます。さらに中にコーヒーゼリーが入ってまして、こちらのコーヒーゼリーは味としてはそんなにこう主張しないんですけども、舌触りで時々このゼリー感を感じます。とにかくこのコーヒーエクレアはおすすめです。お次がチョコレートとピスタチオのケーキになりますが、こちらはなんて言うんだろう、一人でもなく、ボソボソでもなく、なんていうんだ、ちょって言ったらちょっと言い過ぎだけど、なんかねこうレア感があるような食感、レアチョコケーキにほんのりピスタチオクリームっていう印象です。今回も偏りがありまくりな前菜チーム。前回こちらのサーモンとカツオをお醤油でいただきたくてお醤油いただいたんですけれども、今回もお醤油とわさびをいただいてます。まずはビーフパスラミカンザスバーベキューマヨネーズソースになります。こちらのお肉もすごく柔らかくて本当にね臭みゼロ、そして側面のペッパーが少しピリッとしてて、そんなにね味は濃くないんですけれども、このままでも美味しいし、あとはこちらのカンザスバーベキューマヨネーズソースも美味しいので、こちらをつけてもおすすめ。そろそろアイスが出てきた頃かなと思ってやってまいりました。コーヒーアイスクリームといちごのソルベが登場してます。もうね美味しそう。というわけで早速持ってまいりました。こちらのコーヒーアイスクリームはね、ほんと美味しくて、ちょっとね、ビターな感じではあって、で、今、ふと思ったのは、このアイスもビター感があり、そしてカフェラテもね、ちょっとこう飲んだ時のビター感があるので、すごい似てるなと思いました。ビターでありつつクリーミー。なんかね、コーヒーアイスっていうと、割となんかシャビッとしてるのが多くて、なんかそういうのはあんまり得意じゃないんですけども、こちらはね、ちゃんとクリーミー感があって美味しい。そしてこちらのいちごソルベも漏れなく美味しい。本当にねいちご感がしっかりしてて、ソルベなんだけどクリーミーなの。なのでこのいちごとコーヒーの組み合わせも最高。続きましてサーモンのディルクラスト。毎回脂ノリノリな柔らかサーモン、
お醤油をつけると洋風お刺身っていう感じになるんですが、ちょっとね今回まずはそのまま食べてみたら、このまま食べても美味しい。ほんとね、臭みがなくて、このディルクラストはかかってますけど、多分ねこのサーモンの本体のとこにもなんかうっすら味がついてるので、そのままでも十分美味しかったです。続きまして、カツオのハーブクラスト、こちらも個人的にはグリーンゴッテスソースじゃなくてさっぱりいただきたいなと思いまして、醤油も美味しいし、そしてこれもやっぱりねそのまま食べても美味しい。ここでメインが到着いたしました。今回はねパスタも食べたかったけど、前回とパスタメニューが一緒だったのでビーフにしてみました。ビーフのアップグレードで米沢牛にしてます。このお肉の厚みと表面のツヤツヤ加減、そして添えられてるマッシュポテトのこのクリーミー加減が最高。ソースはビーフジュがついてます。焼き加減はお任せにしてます。多分ミディアムレアになってます。こちらのニューヨークグリルの焼き加減がほんと大好きで、和牛が毎回ほんと美味しい。お肉って甘みと旨味がこんなにあるんだなっていうのを堪能できます。ビーフジュもついてるんですけど、ほんとねこの表面についてる塩コショウの味付けだけでも、ほんとね、そのままでも十分美味しい。噛むたびに、ほんとにね、甘みとこのお肉の脂の旨味が、もうね、じゅわっ、じゅわってこうなんかね、口の中に広がります。こちらは前回いただきました、自家製パッパルデーレのポルチーニクリームソースになります。けこさんが今回はオーダーしておりますので、感想を聞いてみます。すごい。どうしよう、また思いが。美味しい。もうちょっと感想ください。この前と一緒。でも、ポルチーニだけど、濃厚な感じが、やばいです。ポルチーニが濃厚だそうです。パスタの麺はどうですか？もしもし、めっちゃ受けてる、また受けてる、受けてる。まあ、美味しいから食べに来てください。そしてこちらはアメリカ産プライムサーロインのグリルになります。こちらは玉木さんがオーダーしたので感想を聞いてみたいと思います。そうなんですよ、いざ言われると食レポって大変だなと。焼き加減はお任せにしたらこんな感じです。いただきます。すごいやってくれてる。どうですか？美味しい。すごい柔らかいです、お肉が。うん、すごいジューシーで、ソースとも合ってて、油にも甘くて美味しいです。ありがとうございます。超うまい。私もこれ以上出てこない。それでは付け合わせのマッシュポテトをいただきます。もうこれ見てわかると思うんですけど、相当なクリーミーさ。味付けはそこまで濃くないんですけれども、ほんのりね味がついてまして、優しいマッシュポテトになってます。お醤油とわさびをお願いしてましたので、お醤油とわさびでもいただいてみます。お醤油とわさびのお肉もやはり間違いない味。ほんとね、これね、白いご飯が必須です。2品目持ってまいりました。もうさっきと一緒じゃないかって感じなんですけど、まあ一緒なんですけど、コーヒーエクレアといちご、そしていちごのバニラケーキ、アイスのいちごソルベと、コーヒーアイスクリームです。今回はとにかくね、このメンバーが食べたかった。こちらのメンバーと、そしてサワードゥブレッドがあれば幸せです。こちらのコーヒーアイスクリーム、ほんとしつこいですけど、ほんとねビターでクリーミーで美味しい。そしてこちらのいちごアイスも、いやもうほんとね、いちご感がすごい。いちご感がほんとに強くて、普通の売ってるストロベリー
アイスクリームを想像しないでほしいんですけども、もっとねいちご感がすごくて、もういちごいちごで爽やかだけどクリーミー。そしてこちらのいちごも旬なだけあってほんとね甘い。そしてほんとねこのフルーツの酵素をいっぱい取ってるせいか、いちごいっぱい食べるとね消化がほんと早いので、ビュッフェの後になんかちょっとなかなか消化されないなという方はフルーツ多めに食べてみてください。今日はこの甘い系とサワードゥーブレッドを交互に食べるっていうことに最高に幸せを感じてます。お次がコーヒーとマスカルポーネクリームジャイアントエクレア。もうね見るからにこれ美しいし、もう美味しそうなの分かるでしょって思うんですけど、この中のクリームが重たすぎるとやっぱ食べた時重たいし、柔らかすぎるとなんかこう満足感がなかったりするんですけど、こちらのエクレアはこのねクリームの硬さというか、このエクレア全体として見た時にね絶妙すぎて本当ね満足感があります。今回11時半に予約してますが、こちらのねニューヨークグリルのランチビュッフェのいいところは本当時間制限がないっていうことで、ちょっと記憶が怪しいですが3時に前菜が下がって3時半にスイーツが下がります。今回はおしゃべりをしつつ4時半ぐらいまで滞在してました。それであとね玉木さんがベビーフレンドリーなホテルだって言ってもう最高に喜んでました。ホテルによってはちょっとね赤ちゃんに厳しいホテルもあったりするんですけれども、こちらのスタッフの方は本当ねどの方も赤ちゃんにすごい優しくてにこやかに接してくれて、本当ね忙しいのに相手までしてくれてすごくおおらかな対応してくれたので、小さいお子さんがいるママにもおすすめです。いかがでしたか？今日はパークハイアット東京ニューヨークグリルのランチビュッフェをご紹介いたしました。こちらのチャンネルでも何度も紹介しているこちらのビュッフェになりますが、本当にねお料理も美味しくて眺めも良くて雰囲気も良くてサービスもいいので、長居もできるので本当に満足できると思います。ぜひ行ってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。